嬉しいんじゃないですか。誰しもが憧れる場所だと思うので、自分を成長させてくれる場所だなというふうには何回言っても思いました。先発の思い出は、まあ、初戦敗退しちゃったんで、はい、でもその中でもやっぱり甲子園で試合できたっていうのは、ね、やっぱり高校生にとってはでかいと思います、うん、高校野球やってたら、はい、まあ、いろんな人から、ね、甲子園出てるとか聞かれると思うんで、まあ、そこで出てるって言えるんで、そこは嬉しいんじゃないですか、はい。そうですね、まあ、パ・リーグの方が多かったんで、あんまり会う機会っていうのもなかなかなかったんで、そうですね、まあ、自分の同級生で今3人ぐらいいるんで、はい、まあ、やっぱり交流戦とかで会う時があるんで、まあ、その時はやっぱり嬉しく思いますね。まあ、でもね、今チームメイトで高浜と一緒にやってるんで、はい、まあ、そこで、また甲子園でできるっていうのもすごくいい、やっぱ高校の時は思い出でしたし、でまたプロでこうやってできるっていうこともすごく嬉しく思います。まあ、浜風がすごく強いんで、それをピッチャーが伝えてくれたらいいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。先発の思い出は、1回戦に慶応さんと戦った時にタイブレイクで、自分がサヨナラタイムリーを打ったことが一番の思い出です。ある程度のプレッシャーはありましたけど、そのプレッシャーをいい緊張感に変えながら、チームをやっていたので、まあ、報徳高校には負けてしまいましたけど、しっかり自分たちの野球っていうのをやれたので、そこに関しては、まあ、夏に向けていい収穫があったなというふうに思います。誰しもが憧れる場所だと思うので、そういう球場に14回も試合させていただいて、まあ、やっぱり自分を成長させてくれる場所だなというふうには何回言っても思いました。とりあえず風が強いので、その風には気をつけてやってほしいなと思いますし、まあ、一番楽しむことで自分の結果っていうのについてくると思うので、まあ、勝つこともそうですけど、まあ、一番楽しんで野球をやってほしいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。